公明党の山口那津男代表は2月9日午後、菅政権が昨年6月に発足して以来初めての党首討論で菅直人首相と論戦を行いました。山口代表は民主党のマニフェストの柱である年金改革案と財源案の破綻は明白として次のように追及しました。この国会での論議を聞いておりますと、この民主党のマニフェストというものがいかに中身のないいい加減なものであるかということが明らかになってまいりました。例えば民主党のマニフェストの柱の一つである年金案、この柱は年金制度を一元化するというのが一つ、もう一つは全部消費税によって月額7万円の最低保障年金を創設する、この二つが柱でしたね。しかしこれを問われて一元化については大変難しいとお答えになった。また最低保障年金の中身については具体的な数字が固まっていないとおっしゃった。中身がないではありません。いいですか、ここからが大事なんです。与野党協議をしようというのですから、我々公明党はすでに昨年の12月に具体的な案をすでに提案してるんです。与野党の与がないんですよ、与党民主党の案がないんですよ。大事なことは民主党という与党の案を出すことなんですよ。その上でもう一つ、財源の案についてもこれ柱でしたね。国家予算総予算が207兆円ある、だからこの平成、23年度にまでに 12.6 兆円の財源を生み出す。しかし結果は政府の説明によれば 3.6 兆円ですよ。3割にも満たないんです。到底できっこないじゃないですか。こういったこの柱となる2つの年金案と財源案ですでに破綻をしているわけですよ。国民との約束を破ったということになるんです。鳩山前総理はこのマニフェストが実現できなければ責任を取りますと言って選挙を戦ったんですよ。そこまで言ったから政権交代を託したんです、国民は。それが実現できないとなれば、これは国民との契約違反なんですから、国民の側からすれば契約を解除する権利があるということなんです。いいですか、鳩山さんは責任を取ると言った。では菅総理はこの契約違反の責任をどのようにお取りになりますか、明確にお答えください。なぜ実現してないのか、これはもう国民から見れば実現の見通しがないということははっきりしてるんですよ。ならば契約に違反した責任を総理としてどうお取りになるか、これを国民に明らかにすべきなんですよ。信頼がなければ、先ほど谷垣総理総裁からも指摘がありましたが、国民の信頼がなければこれから大きな改革をやろう、そんなことはできるわけないじゃないですか。一方、政治と金の問題に関して山口代表は、政治とお金の問題、不条理を正すとおっしゃったのは菅総理ご自身ですね。小沢さんの問題は国会で説明責任を果たす、これが第一歩なんです。いまだに実現できてないじゃありませんか。野党6党は小沢さんの承認喚問を求めているんです。これをやるかやらないか、民主党の代表として決断すればいいだけの話なんです。承認喚問に応じるのか応じないのか、民主党代表としてこの場ではっきりお答えくださいと決断を迫りました。さらに首相の返答に対しては、決意もリーダーシップも全くないということがはっきりしたということを申し上げたいと思います。終わります。ありがとうございましたと厳しく批判しました。衆院予算委員会は2月8日社会保障などに関する集中審議を行い、公明党から坂口力副代表が質問に立ちました。坂口氏は民主党年金案の最低保障年金の支給対象について、200万円よりもっと上げるのかと正したところ、菅首相が明言を避けたことを受け、前回も一元化はどうするかは決まってない、そして
今回の最低保障年金もこれは決まってないということをおっしゃってるわけでありまして、まあ、この2つが決まってなかったらですね、民主党の案というのはですね、まあ、これはもう絵に描いた餅であると改めて糾弾しました。公明党の山口那津男代表と井上義久幹事長は2月9日衆院第二議員会館で開かれた党災害対策本部の会議に出席しました。山口代表は記録的な豪雪に見舞われた新潟県の現地調査の結果を、そして井上幹事長は霧島連山新燃岳噴火災害の現地調査の結果をそれぞれ報告するとともに、国の万全な対応を求める提言を関係府省庁に提出しました。衆院予算委員会は2月3日菅直人首相と全閣僚が出席し、基本的な質疑を行い、公明党の富田茂之氏と遠山清彦氏が質問に立ちました。富田氏は高校無償化に伴う特定扶養控除の縮減で定時制や通信制高校、特別支援学校の生徒などがいる世帯が負担増となることを指摘し、民主党政権って本当に困ってる人たちに冷たいですよね。特別支援学校、高校で特別支援学校にお子さんを通わせてる世帯ってのは本当に大変ですよ。小中学校は今普通学級にですね行かせてお母さんが一緒に行ったりして近くだから行けるけど、やっぱり特別支援学校は本当に遠い、どういうふうに送り迎えするか、お子さん、親御さんたちはそういう思いの中でですね高校に行かせてるわけですよね。なんでその世帯が民主党政権になって負担増にならなきゃならないんですか。おかしいでしょう。と厳しく批判しました。一方、遠山氏は沖縄県石垣市が1月14日に開催した尖閣諸島開拓の日を定める条例の制定記念式典に民主党からの出席や連絡がなかったことを指摘。去年あれほど注目された尖閣諸島を持っている石垣市の公式の行事でありますし、祝電も出席者も何も出さないというのはですね、まあ、生死が大事という言葉もありますが、私は先ほど菅総理は反省されて地方を大事にしますとおっしゃってましたけれども、まあ誰のミスか私あえて問いませんけどもね、こういう小さなところにもね、もう参列者みんな呆れてましたよ。完全無視かということでね。ですから、これはちょっと時間の関係で答弁いりません。こういうことがもうあちこちでもしあったらね、本当に総理が言ってる言葉は空虚に響きますよということでございますと批判しました。また遠山氏は地方無視の最たることとして、菅内閣が国営諫早湾干拓事業の塩受け堤防排水門の開門を命じた福岡高裁判決への上告を断念したことに言及。今回の開門で一番影響を受ける地元は諫早市じゃないですか。諫早市の住民の方々とかね、長崎県の方々は、私も先週ですか、ちいさんお会いしましたけれども、上告断念という重大な決断する前に相談を受けてないんですよ。話を聞いてもらってないんですよ、総理から決断された。そこが私は一番の問題だと菅政権の対応を厳しく批判しました。